かしいな。本当にあるのかな。もう随分も前だしね。おい、こっちじゃねえのか。そっちにあるわけないだろう。あっ、これあった。私へ、お元気ですか。この手紙を書いた時のことを覚えているのかな。今この手紙を読んでいる私は何をしていますか。もうすっかり大人になっていると思うので、忙しい毎日が待っているのでしょうね。学んだことは生かされていますか。久しぶりにどうですか。今忙しいよ。いろんなことが起こると思います。特に大人になってからは楽しいことばかりではなく、苦労することも多いと思います。思い通りにいかなくて嫌になってしまうこともあるでしょう。感情的になってしまうこともあるでしょう。時には見通しが持てなくてくじけてしまいそうになることもあるでしょう。きっとその瞬間ってとても辛いはずです。でもそれでも私は必ず前に進むはず。何が起きようと、どんな困難が待ち受けていようと、今自分にできることを考えてとにかくやってみる。視点を変えてみたり、新しい挑戦を始めたり、原点に戻ってみたり、とにかく絶対に諦めない。その先にはきっと本当に大切にしなければならないものがあるはず。自分がなりたかった本当の姿、私にはどうしても達成したい目標があります。いつの時代も色褪せないものを作り出せるデザイナーに、子どもたちに学びの大切さを教えられる先生に、温かい家族を守れるお母さんに、大切な仲間を守り続けることのできる経営者に、企業の魅力を世の中に伝える広告プランナーに、私はなります。Thank you.